逆アファメーションで潜在意識を癒すとマジで願いが叶うっぺ。俺の体験談お届けすっぺよ。 Oh my god, oh my god, oh my, oh my, oh my god, お前が神だす、 Oh my god。 よっぴたかぴよしかたかひろチャラランランランピゲ白髪まみれ悟りマスターでございますね。ハウエバーみたいなね、あのグレーの真似これね、まさかのね、まさかのこの時代に、まあまあそんなと言ったら失礼か、グレーはね、まだまだもう元気でやってるスーパーバンドですからね。ハウエバーね、ハウエバー。あとなんだっけ、ビーラブで、ボートレクレイ、歩いてきたのか、街角に街を、あるすいながに、つってね、もう歌詞が全然わかんないね。いや、まさかの、急に癖の強い B-Love が始まりましたけども、まあもう B-Love で B-Love でね、って言いたいぐらいワンネスラブワンネスラブ言うてますけどもね、あの B-Love からのワンネスラブに、もう全然繋がってないラブ繋がりで、ちょっとなんかこう、ついついね、あの思いつきで言っちゃってるとこあるんだけども、今日は、そんな俺のね、くだらねえジョークはさておき、ね、逆アファメーション、ね、これはツンデレメソッドとかね、ひねくれ式、アファメーションだっけな、うんうん、そんなような名前でもう世の中でねそれをシェアしてる人がいて、実際になんかもう全然ニートの状態から月収80万になったとかさ、あとはそのひねくれ式メソッドを提唱してる人も多分まあ何かねそれで願いが叶ったりとかっていうのでみんなにシェアしてる。で僕が言ってる逆アファメーション全く同じなんでね、ただそれを僕なりに解釈して噛み砕いて中身もね、ぶっこ抜いてさ、みんなにこうフルティンティンティンシェアね、これって何が起きてるのかみたいな、要するに願望実現をするメソッドっていうよりは潜在意識を否定せずに受け入れてありのまんまワンネスラブ抱きしめると癒しが起きて、癒しが起きると例えば僕だったらお金持ち大嫌いっていう思い込みがだんだんこう意識がね、そこから思い込みが解放されたことによっていいお金持ちもいるじゃないかとね、今まではお金持ちこれ汚いっていうところにもうフィルターが行ってたわけよ。それがあれなんかいい奴らもいるじゃないかみたいな、そうそう俺がね本当に豊かだって思ってた人はこういう人たちみたいなね、そういうところに初めて意識が向くようになる。で意識が向くとなんと自分もそういう流れの中に入っていく、好循環の輪に入っていく。今までは否定してたんだよね、金持ち大嫌いみたいな、だって汚ねえやつ嘘つきなやつばっかりじゃん、自慢ばっかりして自分だけなんかいい思いして、で人のことなんか何とも思ってねえじゃねえかみたいな、そんなやつブーみたいな、僕はそういう気持ちをちょっと前まではブロックだからいけないって思ってたわけですよ。だから何かしてねブロックを書き換えないといけないみたいな、ね、もうほんとちょっと前、もう数年前、もう相当前の話だけど、数年じゃない、もう10年くらい前か、10年以上前か、あのアファメーションやったりとかさ、ビジュアライゼーションやったりとかさ、そんなことしてた時もあったね、いやかましいわみたいなね、もう本当にそんな、引き寄せの法則とかさ、あの潜在意識の書き換えメソッドとかもう横に置いときやみたいなね、あのそんな感じの、まあ、メソッドが逆アファメーションなわけですよね。お金持ちになりたいじゃなくて、お金持ちになりたくない、お金持ちになりたくない、お金持ちになりたくないってやるとね、ふわふわってなんか体が緩むね、潜在意識が喜んでるのよ。だってお金持ち大嫌いっていう風に思ってるわけだから、それをさお金持ち好きになるとかね、嫌いだからお前お金持ちお金稼げないんだよみたいなさ、ブロックがあるんだよみたいな、一生懸命さもうやだよやだよって潜在意識が言ってるのにそれ引っ張ってこうみたいなさ、無理してこの潜在意識の全然力がないさ、マインドディガーだね、ディガーマインドディガーね、ウルトラマンみたいだね、ウルトラマンディガーみたいな言い方になってたけども、別になってねえかね、うん。まあまあまあそんな感じで、まあ僕の体験談ね、ちょっと前置き長くなっちゃったけども、2月のまあ頭の方にこの逆アファメーションっていうのに気づいて、みんなにシェアして、でみんなにやってもらったところ、みんな体がふわふわするとかさ、臨時収入が入ってきたとかさ、いろんな報告をくれててね。でほらみんな流行りが好きだからさ、そのままなんかもうなんかあんまり何もなかった感じになっちゃってたじゃん。で俺もねちょっとほらあのシェアねしたくてもちょっとできない、あのしたくてもできないちょっと事情があってね、ちょっと控えて自粛をしてたんですけども、まあ4月にも入りましてね、数日経過して、世間はねちょっとこうねネガティブな雰囲気になってるけども、ここでね一つあのネガティブをこう受け入れて解放しちゃうと、その先にはトンネルを越えたらそこはもう本当にスプリングハズカム春夏だったみたいな、どっち春と夏ね、まあどっちもいいよな、あったかい季節だったみたいなね、あすごくあったかいみたいな、もう太陽に照らされて輝いちゃうよみたいな、私らしく生きるみたいなね、うん、俺
になるみたいなね。本当にくだらないくだりばっかりだな。もう自分でね、自分の声を聞いててしょうもないなって、本当ツッコミしか入らないんだけども。で、あと逆アファメーションをやってったんですよ。で、僕はお金持ちになりたくない、大金持ちになりたくないとかさ、そういうことをどん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 ね、やってって、お金持ちなんて汚いじゃないか、汚いじゃないか、だんだんね、そしてその逆アファメーションやってたら、どん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 自分の素直な気持ちが出てきてくれて、だってこうじゃないか、じゃないかって、やっぱ思いがすごい強いわけよ。ね。その以前にもちろん書き出しワークとかで全部気づいてたんだけど、結局気づいて否定するためにさ、自分を分析したって意味ねえ。それインナーチャイルドの解放だって一緒だから。否定するためにやったら意味ねえなの。ね。愛する、ワンネス、ラブ、受け入れる、受け入れと手放しは、ワンセット、好循環ね。自分を抱きしめるってこと。ね。俺それが伝えたいの、本当に。このハートを広げってそういうことだから、お前がっと。お前ゴッドのね、まさか自分の決め台詞をね、変な髪型しちゃった。お前ガッと。ね。まあまあ、ある意味、ちょっとかっこいい言い方じゃん。お前ガッと。ね。お前ガッと。ね。お前ガッと。ね。ウィンクね。前の動画でもそういうのやってたと思うわ。もうパターンが少ないバレちゃうけどさ。まあ、で、お前ゴッドの愛の眼差しっていうのは、そういうこと。自分を否定しない、ありのまんまを見るっていうね、愛の眼差しなわけだからさ。で、逆アファメーションはそれをね、ワークとして取り組める、優れものでさ、やったらやった分だけどん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 癒しが起きて、僕はね、これぞ本物の豊かな人じゃないかっていう、ね、十数億のキャッシュを持っている資産家さんに出会って、どう？この札束欲しい？とかそんな人じゃないよ、全然。全身ユニクロ？ね？ユニクロマティ？ね？クロマティではないけどさ、ね、ユニクロ。ユニクロな上で、別にさ、お金もそんな、なんていうの？無駄遣いとかしてる人じゃなくて、ただ、人の資産の構築の仕方っていうのに、すごく長けてる方というか、で、お金を持ってない人の資産の構築のサポートをしてくれる。魚をね、お金をほら、僕に従いなさいよ、僕と仲良くなったらいろんなもの配ってあげるとか、そういう人いっぱいいるじゃん。そういうちょっと下品なお金持ち。いや、それは別にその人が好きだからいいんだよ。その人が好きでやってるんだったらさ。で、僕からしたら下品なお金持ちなのね。そうじゃなくて、本当にその、人をさ、人にこう、魚、お金を与えるんじゃなくて、お金をね、資産を構築する方法を教えてくれる人に出会った。で、それだけじゃなくて、実は僕ね、2月にその後にその方に会って、やっぱお金のブロックっていうものが、まあ結果的には解放されたんだよね。お金のブロック外そうじゃなくて、まんま受け入れたのよ。お金のブロックありまくるけど何か問題でもみたいな。そしたらさ、3月、僕、今までの人生では、稼いだことがないというか、収入としていただいたことのないような金額が入ってくるような、感じになりまして、それはまあもちろんね、この4月から、僕の高次元調律の技術とかをね、人にお伝えするっていうことで、仲間がね、そこに集まってくれて、その人たちからいただいた代金っていうのももちろん大きな金額ではあるんだけども、まあでもそれでもね、なんていうの、僕の中ではやっぱり嘘をついて、騙して、高額な金額を取るみたいなことは絶対したくなくて、しない。もう絶対それはしないっていう宣言をして。でも、しっかりとしたね、ことをお伝えしたいし、最低でもこういうぐらいの時間はかかるし、これらの手間はかかるもんなっていうことで、適正な金額を出したところ、素敵な仲間が、フラットな仲間が見事に揃ってさ、ね？これ僕今まで味わったことないの、人生で。やっぱりお金を儲けるには、なんか嘘とかついて、ね、インターネットの時代だからさ、で僕マーケティングとかね、ダイレクトレスポンスマーケティングとか、心理学とかすごく勉強してさ、一時はね、昔セールスの仕事で全国一になったりとか、そのね、まあその狭い世界の話だけど、なったことあったから、こうやってうまいこと言えば人って買ってくれるんだよな、みたいなことを感じてたのよ。で、そうじゃない、業界でもね、インターネットのアフィリエイトっていう仕事で僕会社を経営しだしたんだけど、今はね、もう全然スカンスカンなね、業界になってるけど、当時はね、なんか流れが良くて、そこもやっぱり自分が好きでもない商品をさ、一生懸命それらしく使ってます的な感じで、嘘をついて宣伝すれば、人が来てくれてさ、アクセスが取れれば売れるみたいなさ、もうしょうもない、そんなこと絶対したくないと思って僕は、スピリチュアルの方向にだんだん進んでってさ、本当に自分のその喜びをして、生きる喜びとかをシェアしたいとかさ、お金もみんなで循環したいとかさ、ずっと思ってたんだけど、でもずっと自己否定がやっぱりついて回って、ようやくね、もう最近それは抜けてきてさ、抜けただけじゃなくて、もうよりさらに緩むような好循環の輪にどん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 入ってきて、まあ、今月ね、そういった、今月じゃない、先月か、3月収益が入ってきたし、その資産家さんとのつながりのおかげで、今後はね、本当に信頼できるフラットな仲間たちとは、そういった、豊かさの循環っていうのをしていけるようなね、状況がどん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 作れていけるような、これ本当現実にね、望みが叶っちゃってきてるんで、みんな騙されたと思っても、猫もニャーニャーね、もうすぐ夕飯時なんですよ。ね。
で、猫がもうそろそろご飯欲しいって言うから、僕の動画もね、そろそろ終わりにしようと思うんだけども、あ、さっきここにヨマちゃんいたんだよね。ヨマちゃんとかって言っちゃった。大丈夫俺の滑舌、本当に。ヨマちゃんもね、あ、本当に可愛いね、本当にね。また、話がヨマちゃんにそれちゃったけど、みんな騙されたと思ってさ、もう本当に使ってみて、逆アファメーション、素直になっていくために使うのよ。ね。願望叶えよう。まあまあ、それもまあまあ、ゼロじゃないから、それはそこで素直になっていいんだけど、ただ自分を認めてあげる、愛してあげる、ワンネス、ラブするために、活用してごらんなさいなっていうこと。これ僕の体験だ。ね。素敵な縁が巡ってきて、素敵な仲間とも繋がって、豊かさもどんどん入ってきてる。ね。いや、それはね、すっごいお金稼いでる人に比べたら全然ビビたるものかもしれないけど、僕の人生では少なくとも初めて、こんな金額が1ヶ月で入ってきたっていう。で、僕はね、会社倒産させちゃったりとかしてさ、フルボッコになってさ、借金とかもちょっと抱えてたんだけど、なくなりました、そういうのも。おかげさまで。ありがとう。ね。しかも嘘ついてない。もうリアルにさ、まんまフラットに繋がっていくって仲間とワンネスラブしながら、一緒にこう歩んでいける。ね、資産もさ、豊かさもどんどん広げていく、そういうコミュニティが、やった、作れたんだよ。お前ごとサロン、期待しないでくれな。ね、何言ってるかもちょっとわかんないでしょ？ぜひぜひ、な、フラットな仲間、私が上、あいつが下じゃない。フラット、ハートの次元から一緒に行きたいってやつは、カモンちゃん。な、熱く、そして、熱く行くぜ。てな感じで、最後にご紹介いっちゃいましょう。オーマイ、グッド、チャンネル登録よろしくお願いします。ちょっとね、チャンネルの中ではこれ以上はちょっと言えないんだけど、まあ、僕のセッションとか受けてくださった人で興味ある人にはシェアしますからね。てな感じで、バイバイ、可愛い子どうぞ。ももちゃんありがとう。